AUD、USD をやっていました。これです。ウェブ使ってね、ちょっともたもたしてるから落ちるんじゃないかってこれね。ね、AUD、USD。ね。どうでしょうかね、こうぶつかってるから。勝率は 62.5%。いいね。ちょっと置いといて。こうね。AUD、USD。これでいいんじゃないかな。なかなか勝つの大変だね。ね、ここのとこね、物圧器カタリセボリンジャーにぶつかっててね、この幅は計算でね出るわけですよ。ちょっと左やってて、これでね、こう出たから落っこちるだろうっていうような感じに出っ張ったからね、ガチャガチャしたんでね、こういうところを打ったんでね、これもそうでしょね。落ちてきたね、これね。さっきと比べてもそうですね、素晴らしいでしょ、ね、ちゃんとこうね、 AUD、USD、AUD、USD ね、こうね落ちてきたでしょ、こう片寄せだから落ちるんですよね、これの辺がね、これが一番いいかな、どうしよう、これで億万長者かな、僕は。ね。どうですか、皆さん。こういうとこするんでいいんじゃない？ああ、あっちゃったな。これは大変だ。まあ、下がるでしょう。
で、これね、下がると思うから、これ打っといていいんだよ、これはね。あ、打っといていいの。こう打っといていいんですよ。また上がったら打っとくのね。上がったら。もう一個打っとくか。ね。これはいいんですよ、打っといて。ね。打っといていいんですよ、これ。大儲けって感じでね。こういうのでどうですかね。無理ないでしょ。こういう通し方。じゃあこれをさ、ねえ、かこうやってみようかな。ね、一つもう一つね。うん、ね。ねえ。これまた来てるね。これまた上がりそうだよ。これもうちょっと見てみますね、これね。これ落ちてくればいいわけでしょ。ここにこうやってですね。あ、これ上がっちゃった、これ。まあ、これとかいいとこね。こういうの、安定じゃないけど、こう打ってくるでしょ。これなんか汚い情報が。なんだろう。こういうのきついな。何来たこれ。GBP-USD これだ。あ、GBP-USD、 そうそういいって感じだね。 GBP-USD ね、すぐ長く来たね。これ上がっちゃったな。これダメなんだな、負けなんだな。これね、1回で負けたらやめときましょう。まあ3本ぐらいでね、やめときましょう。これね、これちょっと上がっちゃったでしょ。こんな実際打てないからね、怖くて。これが落ちてくれたらいい、ね、これは負けだな。
上ってまた上額だからね、きついよね。全部下まで、あ、下まで落ちると形だな。これ1個だけね、やるとしたらね。いやね、これ1個ね、3個だけだな。こうちょっと上がったと。で、ここだね。このシグナルが勝ったのね。あ、今度これ上がりそうだね、このシグナル次。ESBCAD。ESBCAD、そうそういい。ESCAD ね。これ ESBCAD。まあこれ待っとくかな。ちょっと ESBCAD。ね。ESBCAD チャンスだよ、次。勝率 62.5%。この上壁だから。ここだけ打ったとして判断したりね、ここ負けちゃうのかな、3本。これでしょ、これでしょ、どうだろう。これ落ちてくそうでいいね。シグナル来てるね。こうやって出すらいいんだな。次これね、そう、この辺が打ちやすいのと、アラートこっち来たね。これは U か AUD。 これだね。あ、これもチャンスだな。これもうすぐ U か AUD。 いい時期ったら U か AUD、 U か AUD、 GPP、 USD ね、これもいいし、これももうそろそろかな。ね、これ見ときましょう。これは勝ったかな。勝ったね。ということは何本勝った？ね。ね、こうですね。で、これですよ。どれ見えるかな？こっちがいいのかな？GP。これがチャンスに近いだね。アップだから、これ1個打っときたいね。こうね。これ、シグナル出てるから。EURAUD もいいらしいですね。EURAUD。これもね。EURAUD。下に、売る。ね、このことは
こんな感じだな。飯を食ったか忘れちゃって、ラーメン食べたな。これついたけどね、だいぶ外れてるんだね。なるほどね、これで億万長者やるんだな。これ上がったんで、いっときましょう、ね、何やってたの GBP AUD GBP AUD でしょ、ね、お前たちこうとか負けな感じだからやめとこうね。うん。出すぎよこれは。こう流れちゃうとダメだからね。さっきのこれ良かったね。これ見ていただいたね。ガチャガチャガチャって言ってこうこれがいい、ね。これもいいんだよねガチャガチャで。なるほどね。それでチェックしましょう。何食うかな、牛乳の興味するとか、あんまりね在庫用意できないんで一人とか参っちゃう、いろいろ買うとねすぐ腐っちゃうからね、あるもんは限定でなっちゃってね参っちゃうんだよ。上がるよな、これね、ここから。外れ外れでしょ、これ。USBCHF だって。これだ。これも流れちゃうそうだな。上に、ある。これは USBCHF を流れちゃうな。いいけど、一応聞いておくんだろう、これは。様子見るんだよ。ああ、下がっちゃった。もうこれちょっと打ってみましょう。何やった？
スイッチになって、これ横になったから、もっちりでしょ、上ピーク。こういうのを見とくんだね。上がって上がってね、横流れになってきたらいいと。USDCH もそろそろ OK だ。ね。ね。これが一番勝ちやすいんじゃないの？一回ちょっとたくさん稼いじゃうとね、投資金額も怖くなくなっちゃうから、このようにたくさんガチャガチャやると怖くなくなっちゃうんですよ。なのでやっぱ上がっちゃったか、こう来るんだな。USDCHF が USDCHF ね、もうすぐ上がるんじゃないか、まだかな。これはこんなことなんだろう。これはもうこれ以上上がらないと思うけどね。何が来たんだろう。 USDCHF か、USDCHF ね。まだね、USDCHF 落ちてるんだよね。見るともう、横流れしてるよ。なんだろうか。GPP、USD ね。また来たの、趣味なんだ。ね。これ、いい時だね。怒ったよ。こうやって取るといいみたいだね。なるほどね。あら、上がっちゃった。上がっちゃいましたよ。ここをまた打っていくのかしら。やんなっちゃうね。どんどん下がってくればいいんだけどね。GDP US でしょ。ここから下がってくればいいんだな。
ブルルルーっと曲げちゃったね。ああ、曲げた。こういう打ち方ダメなんだな。これ落ちてくるね。USB-CAD。USB-CAD。これだけ USB-CAD か。下に、売る。ぶつかってるんだな。上がってなければ USB-CAD、次チャンスまで。ね。これもちょっと横長がガチャガチャし始めたりってみましょう。ちょっと落ちてくるんだよな。あ、これはもう終わったんだ。ちょっとだけだったな。ね。USB-CAD。USB-CAD がいい感じか。ね。上がったらいい。今落ちてる。ここ。他にないかな。これはもう大成功。これも行きそうだね。USB-CADね、すぐ下がっちゃったから難しいね。上がったかな。USB-CADもうちょっと上がったらね。まあ、こんぐらいでちょっと打ってくる。でもだね。うん。違う。やばいから。怒ったね。GDGD。また GDGD か。これは勝ちだね。なるほどね。これね、チャート見ないと分かんないや。
引き肉、牛の引き肉を出していたから、見た目が今ないんだな。何かな。牛の引き肉のそぼろ。GBP USD。そぼろどんどん食べるか。GBPUSB やって下に売るこれ GBPUSB 跳ね上がってきてるって、あこれもちょっと置いといてね。これはね、いけそうだって言ってるんですよ。ああ、来たんだな、あとは下がってきた。ね。しかし、すぐは上がらないな、これは。すぐ落ちるのわかんない。落ちるとか。多分すごく負けちゃったもんな。あ、ちょっと待ってね。これ勝ったかな。これ仕掛けてるんですよ。あ、こんな上がっちゃってね。これ勝って今はプラマイ6円だったよね。これはライブの奨学試験投資ですね。14円なんで。これとこれかな。ちょっとバイナリーどうなのか。なるほどね。一個で勝負だな。そんな資金ないから。となると、あ、またこれがいいねって感じだね。こういった時はいいかな。
そうだな、これ上がりそうなとこか。 PSP PC でまたこれ投資するわけね。当たりは上がっちゃったな。こっちで見るためにちょっと買っておうかな。これで買っておくか。これは下がりそう。ユーロ、AUD。ユーロ、AUD だよね。AUD。これ落ちそうだ。これそろそろいいんじゃないかな。ね。イーグルエルギー、こういう感じ。これは大方針だな。下に売る。これチャンス、これチャンスね。これこれ行ったら全部売っちゃいましょうってやつ、ね、これ資金全部ね、これチャンスってやつ、ね、こういうもの、これチャンスもいるんですよ。チャンスをね、上行ったらまた売っちゃう、ね、
欲しいからな。ここはチャンスだ。USDCAD がいい感じだよ。ねえ。これも NZD、USD も下がるね。これもいいとかいい。NZD、USD もいいね。こっち終わるまで待っておきますかね。100ぐらいで80ステップぐらいでも見てもいいんだね、こういうのね。
それは使わないんだね。USB-C レディ。上に、ある。USB-C できたか、あれば。ちゃんと教えてくれるね。よかったね。勝ちましたね、これね。これ勝ちましたね。勝ったね、これね。こんなのがあるんですね。